初登場でありながら絵だけの説明でですね。で、これまで、あの、デギンにしても、ギレンにしても、ガルマにしてもですね、ドズルにしても、全員初登場の時には必ずセリフがあったんですよ。セリフがあって、どんなキャラクターかって、例えばドズルなんて、ふん、全く変わらんな、とかもう戦争があっただってこんなにやってんのに、防衛は全然できておらんじゃないかっていうようなところで、どういうふうなキャラクターなのかあったんですけど、シリアに関してはこの、 インパクトのあるですね、あの、フラッシュ登場と顔のドーンのアップだけでですね、やってしまうんですね。で、キシリアはこの立ち姿のみでやるというふうなところで、ちょっとね、多分またこの時にキシリアのキャラクターがあまり決まってなかったというところがあると思います。え、キシリアっていうのはですね、実は、 なかなか本音を見せないキャラクターなんですねえ。僕はあの、ザビ家のシャアではないかと思ってるんですよ。つまり、シャアズナブルと同じく仮面をか,かぶることで、シャアは目だけを隠すんですけども、キシリアは目だけを出すんですね。そういうふうな仮面をかぶることでですね、シャアが家族の復讐、殺された、 父親と、あとなんか母親のための復讐を近い妹のことを思うっていう、家族のために復讐をするキャラクターだったとすると、キシリアっていうのはですね、仮面を被って家族を殺す話なんですね。父親が殺された故に実の兄を殺す仕組みになってしまったっていうので、なので、 この後41話のですね、再下シャアとセーラーの回だったかな。で、その回ではですね、シャーアズナブルとキシリアが互いに仮面を外して本音を語り合うっていう回が、なんかね、すごいスリリングなんですよね。だから、キシリアって割と見過ごされてるキャラなんですけども、実はザビケ側に用意されていたシャアと同じようなキャラクターだっていうふうに見ると、どういうふうにキャラクターを組み合わせて作ってるのかが見えやすくなると思います。 で、シャアがひたすら妹大事、妹大好き大好き人間なのに対して、実はキシリアは、ガルマが死んだ時でも大してショックでないんですね。それよりもショックを受けている父親が心配でしょうがないと。最後の最後までお父さん大好きキャラとして書かれていてで、最後お兄さんを、実のお兄さんの、あの、ギレンを殺すのもですね、父親の仇と言って殺すんですね。なので、そこら辺がですね、ちょっとこのキシリアの面白い見え方ではないかなって思います。